はい、皆さんこんにちは。今日もドーンオブマンやっていきたいと思います。前回ですね、新石器時代に入りまして、小麦とかを作れるようになりましたので早速作っています。今日はですね、できたらですね、ローディング画面の方で新石器時代から敵が攻めてくるという情報がありましたので、こちらの要塞ですね、こちらを作っていきたいなと思っています。これで多分ですけど自分の村囲んだ方がいいのかなとちょっと思っています。まあ実際ちょっと攻めてこられたことがないのでまだわからないかともありますが、とりあえずはこの要塞を一番最初に開放していきたいと思います。さあどうかな、なんかちょっとやる気がない人とか士気が落ちてる人いますね。新しいトーテム作ってはありますが、なかなかですね、体力回復しませんね。そしてなんか老人が多いですね。確かこのゲームも寿命があるので、老人が多いと、一気に減るかもしれませんね。さあ、人口の管理とかもしっかりしていきましょう。これなんだ？これ死んだ人なのかな？なんかソリの上に寝転がってる人いますね。早くていけないな。ソリ。死んだ人ですね。死んだ人いるけど、誰も運んでくれない。これお墓がひょっとしたら足りないのかもしれませんね。よいしょ、ここ、でもまだ残量ありますから、入れれるはずなんですけど、運んでますね。死体、一回自分の家に運ぶんですね。さあ、こんな感じで少し見ていこうと思います。さあ、もうすぐですね、夏から秋になるので、麦が取れるのではないかと思います。麦の方ですね、3種類作ってますが、ちょっとまだですね、区別、どれがどれで、どういう効果があるのかは、初めてなのでまだ分かってませんが、とりあえず小麦は確実にある、大麦か、大麦とかあるので、確実にどれかでパンは作れると思いますので、パンを作っていこうと思います。さあ、商人も来ましたね。今回は技術は持ってない。でもなんかアイテムで違うの持ってますね。羊毛とかありますね。まあとりあえず今のところは必要がないので見送りましょう。ただ在庫の方は貯蔵テントまだ全然入りますね。さあ、こっから、稲刈り始め、稲じゃなかった、麦刈り始めましたね。釜の方は骨の釜と火打ち石の釜が2つあります。多分これ、麦取れば、これでも研究ポイントもらえますね。知識ポイント。よいしょ。はい、これであと1つ溜まれば、とりあえず要塞作れますので、要塞楽しみにしましょう。麦、穀類で、どれでも一緒なのかな？分類なくジャンル的には入ってますね。こっからあと小麦をこれで作ってくれれば、パンができますので、大丈夫ですね。干し肉の方はいっぱいですね。ついに粉作り始めてくれてますね。粉の生産は間に合うかな。1つで2つあった方がいいのかな。薄はどちらだろう。まだ余裕はありそうですね。1回につき1個しかやっぱり薄で粉はできない。どっか持っていくな。家に運んだのに、倉庫に持っていきましたね。さあ、こう、どんどん粉作って、誰かがその粉、粉持ってった。粉持っていきましたね。ここでパンを作ってくれるはずですね。なんかこねて突っ込んでますね。さあ、これで、パンできた。でっか。でっかいパンできましたので、パン、1つで2つ分できるんですね。どんどんパン粉作ってますので OK。 これで食料パンいっぱい増えていきます。さあ、特に何かするということもなく見てるだけですが、火打ち石がないって言われましたね。火打ち石の、どこだ、確か範囲をここら辺に入れてあったんですけどね、どっか行っちゃったかな。さあ、見ていこう。とりあえず火打ち石範囲なくなったみたいなので、火打ち石を探しておこうと思います。はい、研究ポイントが溜まりましたので、こちらのですね、要塞の方を作っていきたいと思います。これで作れるのかな？
あ、間違えた。制作のところですね。行きましょう。あ、その前に、こっちにありますね。これですね。防衛施設ということで、柵と門と、木の射撃台というのがありますので、とりあえず門だな。この矢印の方向がどっちなんだろう。中に入る感じですかね。こっち側から入るぞということかな。どっちなんだろう。こうかな。これ外に出ますよということですかね。ちょっと一回作ってみるだけ作ってみるか。ここら辺にとりあえず設置してみましょう。そして、左クリック長押しで壁を設置と。形状変更するには Z と C ということで。形状変更ってどういうことだ？あ、なるほど。自動的に一応選んではくれる感じなんですね。で、まっすぐか曲線か的な感じですかね。一旦ここで作ってみましょうか。はい、OK。材料は木が必要なんですね。木がいっぱい必要ですので、木材大量に使うことになると思います。さあ、門のそばにこの発射施設も置きたいところだな。これを置きたいけどどうやって置くんだろう。あ、なるほど。門に付け加えると、どっちだろう。これ内側かな。柵または壁の内側に設置する必要があるということで、内側に設置してこっから打ってもらうか。よいしょ。はい、とりあえずこんだけ一回作ってみましょう。これちょっとやっぱ形おかしいのかな。集合場所。あ、でもこれでいいかな。なんか逆なような気がしますね。これは間違いかな。ちょっと逆ですよね。普通は外開きだと思うので、中でいいのかな。あ、とりあえず、まあいいか。これでちょっとやってみましょう。まあ今はとりあえず柵を作ってもらって行くしかないな。説明がひょっとしたら載ってるかもしれない。村へのアクセスを制御するためのシンプルな木製の門ですということで。特に説明は載ってませんね。ただこの矢印がどっちなんだろう。他のものをちょっと見てみましょうか。例えばこれだと、あ、外側向いてるところから入るってことだから、やっぱちょっと逆ですね、これ。逆だ。解体。移動とかはできなかったのかな。仕方ない。解体して門の向きを逆で作り直しましょう。さあ、ちょっとこの門とかを、いろいろなところですね、作っていきたいと思います。はい、そして侵入者が攻撃してきましたね。敵がやってきました。2人だけしか今のところ来てませんが、どうなるんだろう。大丈夫なのかな。ちょっと速度上げて見てみましょうか。一応全員でこいつを倒すように向けるか。こいつを倒すように言っておきましょう。あ、でもちょっと行っちゃったり、来ないな。来ないですね。ちょっとやばい。解除したい。解除したい。あ、戦ってますね。戦ってますね。あ、やられた、やられた。すげえやられた。侵入者にやられましたね。いやー、みんな来たけど。一気に来たぞ。こっち。3、4人来たけど、どうだ？やばいやばいやばい。すげえ強い。侵入者強いな。あー、やられちゃいましたね。勝ちましたけど、やられました。さあ、これで21人。今、アップグレードを2件していますので、こちらの方ができれば、もうちょっと入れるようになると思います。さあ、こう今みたいな感じで侵入者来るんですね。結構強いので、気をつけないとかなり厳しいかもしれません。さあ、とりあえずはこれで、避難場所が集合ですよね。アラートが発令したら、もうちょっと中に入っててほしいけどな。アラートが来たらここに集まるという感じで、まあ、これで様子を見ればいいと思いますが、まあ、ゆっくり立てるためにも、少しですね、あらかじめ範囲を決めておこうと思います。さあ、そして、こう、木があるとちょっと邪魔で無理だな。木を切ってから、こちら側には作りましょう。
ここもちょっと石があるからなかなか厳しそうですね。自分周り出てきてきたんですけど、あと巨石ですかね。こちらの方も一生懸命運べるようになりました。一応ですね、ここにお墓ですね、新しいお墓と、こちらの方にストーンサークルを作ろうと思ってますが、石の数がまず足りませんね。結構量が必要ですので、なかなか厳しい感じです。さあ、とりあえず今のところですね、24人からさほど増えていませんが、こちらですね、どんどん泥の集めもしてますので、貯蔵小屋ですねをアップグレードしています。まあ、木が切られたらこちらの方の柵も、随時作っていますので、今後ですね、綺麗に作れるようになると思います。まあ、ちょっと新石器時代になって建てる建物がかなり多いので、まだまだちょっと建てないといけないんですけど、まあ、とりあえず一通り、知るためにも建てていこうと思います。まあ、今、井戸とかもできるようになりまして、ヤギが飼えるようになったんですけど、ヤギは犬と同様で勝手に飼ってくれるのかな？ちょっとそこら辺ではまだ未定ですが、ちょっと範囲が狭すぎて、もうちょっと広く、柵を作ればよかったかなとちょっと後悔してますね。まあ、ちょっと今木がないのでどうしようもありませんが、今後もちょっと見守っていこうと思います。結構時間が経ちましたが、囲いが出来上がりましたね。全体的に囲いができました。作る時にもうちょっといろいろ考えて作ればよかったんですけど、分からなかったので適当にいろいろ立てて、結果ですね、ちょっと、雑な感じになりましたね。畑ももうちょっと外に作ることにしました。中ではいっぱいいっぱいですので、こちらで豆類ですね、作るようになりましたので、豆が取れればそれも食料になると思います。で、あともう一つですね、こちらの方厩舎を建てて、一応今ヤギと、羊がいますね。これでですね、洋服こちらの方で、繊維を、羊毛の布にして、隣ですね、こちらの方で洋服を作るようにしています。まあ、こちら洋服ありますね。はい、こちらの方でだいたいですね、いろいろな服とか進化してきてますので、革の服をもうそろそろ作らなくてもいいようにしようかと思ってます。まあ、まだちょっと服の方安定してませんので、若干作りますが、今後はどんどん洋服の方に移行していきたいと思います。で、研究ポイントも、ですね、今7溜まったらこちらの方で亜の栽培をして、こちらでも布ですね、亜の布を作りまして、とりあえず新石器時代豚はまだいいとして、そのままですね、こちら銅ですねの方に向かいたいと思います。まあ、まだちょっといろいろな研究ポイント足りないのでできませんね。あと敵がちょこちょこ攻めてきますが、まあ今のところ4、5人程度なので、防いでます。ちょっとまだこの防衛の使い方がよく分かってませんので、適当な感じですが、まだ大丈夫そうですね。さあ、ストーンサークルを作るための巨石ですね、結構かかりましたが、なんとか最後の1個を持ってくることができましたね。これでちょっと信仰心ですね、士気を高めるためのものが出来上がります。かなりでっかくて面積取りましたが、みんな置いていっちゃった。これ1人になると全然馬力が出ないんですよね。2人3人だとそこそこ早いんですけど、1人は結構きつい。それでも持っていけるところがすごいですね。あ、もうすぐ、もうすぐ、あ、完成する。ようやくこれを作り始めましたね。かなり時間がかかりました。このでっかい石取ってくるのを、近くだったらいいんですけど、ちょっともう遠くにしかないので、かなり苦戦しました。さあ、これでできますね。さあ、どんなのかちょっと楽しみです。いらないようだったらこっちのトーテムですね。こちらの方とかも、撤去したいなとは思っています。
あと人口の方がちょっと33で40人まで入れるんですけど、食べ物がちょっとギリギリじゃないかなと思ってきました。まあ豆とかパン作ってますが、肉類70とかあったんですけど今もうない感じですね。さあストーンサークルできましたね。これなんだろう、巨石っていうの、まあ押してみたい感じはしますが、また石だけに戻ると嫌なのでちょっと押しはしませんが、こちらの方でかなりですね進行して、士気が高くなるんではないかなと思ってます。かなりの高面積でいろいろな人があって生きるんですね。さあ状態は2000の感じですね。あ、やばい、動物を養う藁がないと言ってますね。もうちょっと麦をいろいろ作って、藁を作らないとまずいかもしれませんね。ちょっと木を生やそうか悩んだんですけど、麦を植えとくことにしましょう。ここちょっと入らないな。麦をどっかに、ここら辺にちょっとバラバラになってしまうな。大きく面積を取りたいんですが入りませんので、ここら辺に作っていこうと思います。なんか思った場所にはいかないな。もうちょっと離れて作れば OK か。ここら辺も麦を作っていきましょう。もうちょっと大々的に作っていけば、数足りるのかなと思いますが、主食がもう肉より野菜とかですね、豆類、パン類に変わってきています。さあとりあえず今回は結構時代が進化したなっていう感じですね。建物だけでも、わらぶき小屋になっただけでもだいぶ変わって、いい感じになってきました。まあこれで時代が次ですね、研究ポイント20貯まったら次に銅の時代なので、まあそちらの方になったらまたどんどん変わってくるのかなと思います。さあそれでは今日はこれぐらいで終わって、また次回ですね時代の方進めていこうと思います。皆様ありがとうございました。